レスはユニックス系のシステムにおいてテキストファイルの内容を閲覧するために用いられるプログラムである。モアに似ているが全方向だけでなく後方向にもスクロールできるよう拡張されている。構文は次の通りである。レス、オプションズ、ファイルネーム。レスはオプションを指定することで振る舞いを変えることができる。例えば、スクリーン上に表示する行数などである。 これらのオプションはシステムによって異なる可能性がある。閲覧中には様々なコマンドが利用できるが、これらのコマンドは More や6のものに基づいている。インクリメンタルサーチによるパターン検索も可能である。デフォルトでは、レスはファイルの内容を標準出力に書き出す。出力が 端末以外のものにリダイレクトされた場合、例えばパイプによって別のコマンドに渡された場合、レスはキャットコマンドのように振る舞う。レスは1983年にマーク・ニューデルマンによって書かれ、2012年現在は GNU プロジェクトの一部となっている。大抵のオープンソースに基づくユニックス系システムには含まれているユーティリティである。 オリジナルのレスはそのままでは日本語を表現するために広く用いられていた ISO-2022JP, EUCJP や ShiftJIS を正しく表示することができなかった。これに対処するため、和ズ丸川らがオリジナルのソースに対するパッチを制作した。パッチを適用したコマンドは j a ラ a s と呼ばれており、上記の複数の漢字コードの自動認識、 自動変換に対応している。これは日本国内において広く受け入れられ、フリーブスドポーツコレクションにも含まれている。またマイクロソフトウィンドウズにも移植されている。しかしながら、ジャラスには以下のような問題もある。ウェブアーカイブされたものが残っている。カズシマルカはジャムレス。2011年4月1日閲覧。成田富を LV ホームペ。 2020年7月31日へ閲覧。ありがとうございます。